こんにちは。北海道のサッカーを全力応援、せーの、キックオフ北海道。今週も始まりました。早速選手自らにバズりそうなプレーを解説してもらうこのコーナー、バズレビュー。先週土曜日に行われた J リーグ第12節 FC 東京戦、札幌が今シーズン最多得点で快勝です。まずは1点目、小柏のパスに反応した浅野、自身シーズン最多タイの6ゴール目を決めます。うまくボールをコントロールしてこのシュート。2点目はこの人、田中俊太の裏へのパスに追いついたのは小柏。その小柏から菅キャノン、いやー鋭いシュートでしたよね。今日は僕が解説します、バズレビュー。諦めなかった気持ちと、まあ、あとは中の入り方は結構その僕大外で全体的に見えるので、そのみんなの動いてない空いたスペースのところに行こうっていう意識 で剛が本当にそれこのパスを狙ったのか分かんないですけど、結構速いパスだったんで、決めた後オフサイドになると思ってましたし、剛がオフサイドだと思ってたんで気持ちいい感じで振り抜けたのかなっていう風な。3点目は PK、金子が落ち着いてゴールを決めて FC 東京を突き放します。4点目は田中俊太、小柏、そして宮沢、駒井とつなぎ、最後は菅の右足。このプレーにバズレビュー。これも結局剛の粘りからなんで、で弘樹さんもその吉明君のことも見えてターンして俺に出してくれたんで、本当にそのおかげで相手3人ぐらい引き連れて行ってくれてるんで、まあ、俺は本当にゴールに流し込むだけだったんで、前の切り替えの優也君の守備からの俊太君つないで、剛の粘りから弘樹さん、吉明君、これは結構そのチーム全体的なゴールになるんじゃないかなっていう。1点を返された札幌でしたが勢いは止まりません。試合終了間際、馬場のパスを受けたのは金子、ドリブルからこの切り返し、冷静に振り抜きゴールを決めます。5対1の大量得点でゴンサドーレ快勝です。第4節横浜 F マリノス戦以来ホームで勝ち点3を手にした札幌、第12節終了時点で10位です。前回のような試合をすれば絶対に負ける相手はいないので、まあ、しっかり前回のような試合をして、まあ、連勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。続いてはコンサの裏側に迫る潜入裏コンサ。今回はコンサドーレから J リーグのトップへ羽ばたいたあの方に密着です。札幌ドームにやってきました。この後アントラーズとの試合があるんですが、皆さんニュースです。この試合にあのビッグな方がやってきます。キックオフ2時間前、野々村チェアマンの到着が迫ります。私も初めてお会いしたんですけれども、心臓がドキドキしておりました。たくさんのスタッフさんが集まってきて緊張感が溢れていました。おはようございます。おはようございます。この時マックスです。J リーグ最高責任者、野々村義和チェアマン、コンサドーレのキャプテンとして活躍した元 J リーガーです。現役引退後クラブアドバイザーを経てコンサドーレ社長に就任、9年間で J1 定着の土台を作り上げました。去年3月から6代目チェアマンとして日本サッカー界の先頭を走ります。分かんない
おはようございます。今日来た何？北海道の、はい、よろしくお願いします。 STV の北海道の日向です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日は密着取材をさせていただきます。よろしくお願いします。それいいでしょ。お願いします、はい。いや、日向さんの緊張伝わりました。失礼します。聞きたいことがいっぱいありまして、はいはい、今回の札幌の視察の目的を、いやいや、それあの特にって言ったらおかしいですけど、はい、あのまあ去年も回りましたけど全部回って、はい、今何が課題なのかみたいなところが聞ければいいかなっていう、はい、まあ、よく知ってはいますけど、もう1年以上いないので、どんな裏側が見られるのか、日向さん密着マンマークで取材開始です。茶番でびっくりしたすみません、密着ということで今どこに行かれるんですか。いや全然まだ行かないからですか。ちょっとまだちょっと密着ですから脅かしてしまいました。チェアマンすみません脅かしちゃいました。しかしここで急展開です。コース歩いてるとことか僕は撮りたかったのかな。はい、行っちゃったんだ。行っちゃった。見失いました。いや、さすが元 J リーガー、一瞬の隙を突かれた取材班、完全に裏を取られましたね。駆け抜けました。汗だくで探しまして、そんなに、はい、いました。いました。あ、ここに、はい、風船配り終わっちゃいました。風船終わりました。父さん頑張ってね。頑張ってよ。タイトなスケジュールで走って、久しぶりの札幌入りということで、サポーターの皆さん大歓迎をされていましたね。拍手で、はい、皆さんにとってチェアマンってどんな存在ですか。札幌を変えてくれた人かな。チェアマン、はい、ののさん、どっちがイメージですか、お二人とも。ののさんです。やっぱりもう J リーグに行ってもののさんです。いつか帰ってきてほしいです。はい、野々村チェアマンがコンサドーレ社長に就任して6年で、クラブの収入はおよそ3倍に。戦力も整えてカップ戦準優勝など、その功績を今もサポーターは忘れていないんですよね。チェアマン、次はどちらへ向かっているんですか。分かんないです。分からない。チェアマンも分からないスケジュールとなってます。今度はエレベーターで進ませていただきました。すごいですね、サポーター。ありがたい限りです。次はどちらへ。家の部屋に行きます。はい、チケット販売されていない特別なお部屋、スイートルームに潜入です。天皇杯北海道代表決定戦、白のユニフォーム B トップ北海道が初代表となりました。 B トップは後半38分に PK を獲得。10番澤田がこの PK を決めて1点を守りきり勝利をつかみます。今月21日1回戦は山形県代表山形大医学部と対戦。頑張れ B トップ北海道。潜入裏コンサ、野々村義和 J リーグチェアマンの札幌ドーム視察に密着。普段は見られない貴重な場所にも案内してもらいました。スイートルームということで入ってみたいと思います。何なのでしょう。失礼いたします。綺麗ですよね。こんな景色になってるんですね。すごいです。初めての一望です。すごい景色、高い、広いですね。チェアマンと日向さんはここにいるんです。最上階スイートルーム、高さはおよそ30メートル。一般にチケット販売はされていない特別な時にだけ使われるお部屋です。最後の 4、5 年は、はい、まあ、一応ここからキックオフとか試合始まる前は見て、
去年1回来た時 100% 声出していいような状況ではなかったんで、今日はでもあれですよね、あの 100%、まあ、コロナ前に、まあ、ほぼほぼ戻ってるっていうような状況だから、はい、まあ、それはそれで楽しみですね。コロナ前に戻ってるような感じはしますよね。今後コンサドーレに期待することをお聞きしてもいいですか。地域ですごくこう大きくなって日本のサッカーを引っ張っていくっていうクラブがどこが出てくるかっていうことって結構重要なんですよね。これからの日本のサッカーを考えた時、 J リーグを引っ張っていくみたいなクラブになると面白いのになとは思います。キックオフ北海道。そういうことか。いや、密着させていただいて、はい、チェアマンがたくさんのサポーターの方に愛されているのが横で見てて分かりました。チェアマン、次回もよろしくお願いします。さあ、ここで今週のプレゼントです。バスレビューで解説してくれた菅選手のサインが入ったタオルマフラーをお二人にプレゼントいたします。詳しい応募方法は番組公式ツイッターをご覧ください。コンサドーレ次節のホームゲームは来週の19日金曜日、京都サンガ FC を迎えての一戦です。金曜ナイターですのでね、お仕事終わりに札幌ドームへ駆けつけましょう。この後はドサンコウィーケンです。